どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日私はですね、名古屋にある G ラブの本拠地に今来ているわけでございますけれどもですね、今日はスペシャルゲストが、登場していただく予定でございまして、誰かというと先日ベトナムに僕たちが行った時に大変お世話になった、G ラブの生産管理をして、ベトナムに、住んでいるですね、金松さんがですね帰国していると。しかもですね、とんでもない物を持って帰国しているということで、今いらっしゃるのかな、金本さんいらっしゃるのかな。あ、いた。どうぞようこそ日本へ。はい、お越しくださいまして。いやーと、どうですか日本は。寒いですそりゃそうです。そりゃそうですね。見てください皆さん、この金本さんの格好を ベトナムで見た時の格好とえらい違いでですねやっぱ日本ではね、やっぱいろいろ打ち合わせとかされているということで、今日はまあ、今回用事があって帰国ということなんですけど、これを持っているのは、これはデレ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 、これ何ですか。例の仏です。例の仏なんでしょう。ちょっと開けてみましょう。小鳥さんこっち来てください。デレ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 。さてさてと、このハードケースは一体何かというと、いけますよ皆さん、出たー、これは例のガズレレ生誕10周年記念モデルを、なんとベトナムから手で持ってきてくれたんですか。もうハンドキャリーじゃん。うわーすごい。見てください、この前ね、ベトナムの動画でもちょっと皆さんにシェアしたウクレレ、とうとう完成ですよ。このピックガード超かっこいいよ。はい、このウクレレを持参してくださいました。さあちょっとじゃあ弾いてみよう。見てください。最高ですね、音いい。最高です。はい、はい、このガズレレ生誕10周年記念モデルを持ってきてくださったということで、今回ですね、この10周年記念モデルを、皆さんにご案内できる時がやってまいりましたということで、詳しくはですね、ここにこれからまたシェアする動画につながっていきますが、ひとまず今日はベトナムからこのウクレレを持ってきた金松さんとこのウクレレに、会えたぜということでございました。ご報告でございました。これモジャ君のこの感想としては上出来な感じですか。うん、まあそうですね、うん、はい、いや実際すごい完成度高いですね。このガズさんの希望通りにできたんじゃないかっていうふうに言ってます。かっこいい、このピックガードいいですよね。ピックガードいいですよね。このツヤツヤのところで、この木のね、このオイルフィニッシュのこの感じ、弾きやすいですよすごく。皆さん、このウクレレとうとう誕生したぞということで、ぜひ、ご案内をお待ちください。バイバイ。はい、そういうわけでですね、我が家に戻ってまいりまして、はい、見てください、ガズモデル10周年モデル、すごいいいですよやっぱり。自分の家に持って帰ってきて、まあこうじっくりね、いろいろ角度変えて見てみたりしているんですけれども、弾き心地ももうバッチリ。はい、でやっぱ太陽の光でね見ると、またちょっと柄、木目もすごいでしょ。選び抜かれた、この木材が使われておりますけれどもですね、はい、家で弾いてみてもね、すごいいいんですよ。あー、いい弾き心地。でですね、なんとこのガズレレ生誕10周年モデルが、完成しましたと。でこのことについてなんですけど、これのね、皆さんへのご案内なんですが、2023年4月の、G ラボガズレレウクレレの、まあ、毎月後半ね、ご案内している販売と予約再開のタイミングでご予約を受け付ける予定になっております。なんでもうちょっとしたら正式にご案内をしようと思うんですけど、もうですね、このガズレレ10周年記念モデルを使って、バンバン動画も
も撮っていこうと思います。そしてちょっともう一個ビッグなお知らせで、ちょっとねご案内させていただいているこのイベント、4月の22、23日で行われる G ラボポップアップショップ、ジャズドリーム長島で行われるイベントにですね、なんとこの子、会場に登場しますんで、ちょっと皆さんこれ現物をですね、長島行って見られる方こう見ていただいて触って試奏していただくっていうこともできます。はい、なんてそんな感じでですね、またもうそろそろ来週ぐらいにはですね、これの、公式ホームページにこの10周年記念モデルのページができたりとか、まあ、ポップアップショップのご案内とか、いろんなところでこれのご案内、できると思いますね。もうちょっとお待ちください。で、ひとまずはですね、皆さん、ガズレレ YouTube チャンネルでこのウクレレもどんどん使っていきますんで、どんな感じか、またご確認いただければというふうに思います。今回はこの10周年モデルが完成したぞという、そんなお知らせをさせていただきました。皆さん。ぜひこのウクレレチェックしておいてくださいね。ガズレレ生誕10周年お祝いのモデルですからね。はい。また、この、ウクレレの音色をあちこちで確認してね。ということで、今日はこんな動画になりました。さよなら、バイバイ。